はい、皆様、1000回、100回目はいかがでしたでしょうか。今回はまた101回目からの出発ですけれども、ちょっといろいろ今までの難しかったことなども、含めて考察してみましょう。はい、皆様こんにちは。ですね、今日は考察というかね少し研究してみたいと思いますが、そんなに前向きな考察じゃないんですよ。ですね、まあ100回ぐらいね、100回以上やってきまして、そして100回目はおぞましいと言いますかね、恐ろしい心霊動画にも似たものがありましたね。ダンサーナイト 100% ということで、またね、能登半島の民宿のお風呂でやってみたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。まあそれはいいんですけどね。で、その前後にというか、その90何回目かにね、こういうのあったじゃないですか。まあプランクみたいでやったのもありますけどもね、例えば今ちょっとやってみましょう。これを例えばこんなのやったことないかな。2回ですね。そして上は2回と1回、閉じるを2回、ね、開くを1回にちょっとしてみましょう。これできるかな？ちょっとやってみますね。閉じるから。1、2、3、4、5、難しい。難しいね。パッとできないもんね。もっぺん。1、2、3、4、5。でも、そうね、私がバカなのか。6ができない。1、2、3、4、5、6、7、8かな。でも10まで難しいもんね。相当、確かに能登半島の民宿でお風呂じゃなくて、お風呂は簡単ですからね。お風呂はもうやっぱここ落ちちゃうときもいけませんからね。心霊恐怖動画になってしまいますから、あれは簡単でしたよ。要するにこれを2回とかね、まあ、2種類やりましたけどね、お風呂でしつこく。あれこうでしたもんね。例えば右腕を2回、左は1回で、足は1回です。2、3、4、で5じゃなくて、5、6、7、8、9、10ですから、だから腕を2回、こっちを1回っていうのは簡単なんですよ。足が1回ずつなのね。でも今の、例えばさっきと似てますけどね、さっきの話が終わっちゃいますけど、今これを足2回にしようかな。1、2、3、4、5、5、6が続かない。一緒ですもんね、さっきとパターンは。1、2、3、4、5、6、そして、7、8、もうダメだな、9、10かな。いや、もうちょっともう一回やり直す気力がないんですけど、で、何が言いたいかっていうと、今日はね、その実技を やることよりも、どもっちゃう。どもっちゃうってのもなんか差別用語だよね。興奮しちゃう。興奮しちゃうじゃなくてね、いろいろな思考がね、バババッとこう考えが飛んで、早口になっちゃう。だから実技をするのが目的じゃなくて、頭薄くなっちゃったね。じゃなくて、いろんな。結局ね、だからね、私はこうも、まあ思ってたっておかしいんですけど、こう思ったんですよ。例えばね、そうですね、その、まあブラインドタッチとかわかりますか？コンピューターからね、コンピューターとかね、やってらっしゃる方は、キーボードね、文章とか特に、ワードとか、エクセル、会社でとかやってみる方ね、こうやって、例えば、ご機嫌、今日はいかがお過ごしですかとか、こう、ブラインドタッチといってね、いちいちその、今日だから、KEYO とかね、見なくてもパッとこう、もう、打てるじゃないですか、キーボードをね。で、
なんと言いますか、まあ、例えば会話もですね、その例えば相手が今日はちょっと雨が降っていて憂鬱な天気ですねなんて言った時にね、もう我々は慣れてるもんだから、そうですね、まあ雨の日は悪くはないんですけど今日は特になんか気分が塞がりますねなんてパパッとこう返せるじゃないですかね。それがもちろん英語とかがペラペラ出てこないのは、まあ、一つはそういう経験がないということですね。もちろん英語でそういうふうに言われた時にどういうふうに返すかをね、もちろん知っていかないといけないわけですけども、でもそうじゃなくてある意味返す言葉をパパッと出てくるっていうのは、ワードでキーボードでね、こう文章が打てると同じようなもん で、何が言いたいかっていうと、例えばね、私はこう思ってるんですよ。今できないけども、例えばこうターン2回ずつやるということはもう機械的な動作ですよね。これ自体は単一のこの動作自体は何も考えなくてできるじゃないですか。これだけだったらね、そう他ごと考えてても2回ずつやればいいんだからね。で、上は2回、1回、2回、1回っていうのも簡単じゃないですか、単独にやればね。で、そうすると、まあ、訓練をどのぐらいするかによって変わってくるのかと思うんだけど、それを、まあ、訓練すると、上、上下か、単独っていうか分かれた状態で1、2、3、4、5、6、あ、できなく、できるような気もしてきたでも今の私はできないんですね。だからそういうのをまあ100回も今までしてきたわけじゃないですか。その特に私コグニックスをね、自分もというか自分が主導して、でもね100回ぐらいやってきただけで、そのやっぱり壁にぶち当たりましたもんね。そういう風でできるかと私思ってたんですけども、特に今の2回にして1回だったらいいんですよ。あ、いやいや、1回なんで1回いいのかな、ターン、1回は危ないけどね。だから皆様そういうこともね、皆様100回全部見てるわけじゃないと思うので、まあ、時々気の向いた時だけね見るとか、あ、そんな感じかなということだと思うんですけど、例えばね、そのまあ、いろんなことを考えられるわけで、例えばですよ。例えば僕、下は1、2、ね、3、今度3、で、今度4回、で、今度5回というふうに、級数的にですね、数学の問題みたいですけども、1、2、3、4、5と増やしていって、で、これは2回ずつ。ね、ちょっとやってみようかな。1、2、3、で、2、3、し、上なんだった2回ずつ1回ずついや、もうこれもダメですね。もう軽く考えてパッとできなければ相当難しいですもんね。とか、13回と5回とかね。で、これ2回ずつとかね。上は2回、つまり1、2、3、4、これ13回と5回とかね。やっぱりね、そんな風になったら当然もうパッとできませんよね。まあ、せいぜいね、ね、これで足は2回閉じる、足は2回閉じる、上は1回ずつってぐらいだったら、まあ、これも難しいかもしれないけど、まあ、勘のいい人だったらできると思うんですね。で、何が言いたいか、支離滅裂なんですけど、要するに、まあ、こうずっとね、こういうことをやってれば、例えばこれ3回ずつね、あ、そうそう、これは3、あ、違う、3回ずつ開く閉じるをやる、ね、あ、こっちもいいか、あ、まあ何でもいいわ、ね、これ何でもよくない、3回ずつやる、で、腕は2回ずつね、だからターン、ターン、もう最初はできない、ターン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 かな、腕は2回ずつだもんね。そういうのをですね、ゆくゆくそのブラインドタッチみたいにね、ブラインドタッチっていうのもね、まあそろばんみたいっていうか、ある時やっぱりね、自転車に乗るようなもんで、なんていうかな、突然できるって言うとおかしいけども、訓練するんですよね、この、紙鍵盤じゃないけども、今いろいろなソフトがありますけどね、ブラインドタッチができる。もちろん私はもうやってできるんですけども、ある時、まあ、突然ってわけじゃないんだけど、ある時、まあ、結構滑らかに、あ、もう見なくてもできるなっていう感じなんですね。整備すると見なくてじゃなくて、
画面上で確認してるんですけどもね。でそういうふうにこの2回とか3回ぐらいまでだったら数字としてはそう大したことないじゃありませんか。だって2回3回だもんね。その35とかさ134回とかじゃないからね。たかだか2回を繰り返すという、だからそういうのがブラインドタッチみたいでとか自転車にねフラフラして乗れなかった人がある時パッとバランスが取れるようになるみたいに、本当にもうブラインドタッチみたいに何も考えずにある程度できるようになるかと思うというのが不思議、いや不思議っていうよりもできるようになるかがまだわからないですね。で自分はできないまだ。でずっとやってればできるようになるのか、それは永久にできないのか。だってそれはできないこといっぱいありますもんね。例えば訓練すれば窓あの屋上から鳥のように飛べて降りるかなんて、そんなあの自殺じゃないですけども、そんなどんだけ努力したって飛びませんもんね、空をね。屋上からじゃなくてもいいんですけど、屋上なんて物騒ですけども空飛べませんもんね。うん、それに例えば2人の人間が喋ってることを、まあ、その片方がおはようございますとかね、片方が昨日飲みに行ってさみたいなぐらいの話だったら覚えられるかもしれないけど、交互に聞いて。だけどこんな業務報告みたいなね、すごい細かい、33,630円が 何枚とかね、そんなの2人両方からやられた日にはそんな当然聞き取れませんよね、別々にね。それと一緒でこれだって、その1回ねこう開いたり閉じたりを、例えば上2回1回2回1回2回ずつね、ターン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 とかね、そういうのも考えかある程度考えただけでパパッとできるかどうか、やっぱり多分できないんじゃないかな。そんなブラインドタッチみたいにある日突然パッと上と下の神経が別々に作用できるようになった、機能するようになった、まあ右左とかね、でもあるのかな。でもブラインドタッチみたいなことを思えば、そういう訓練をしてればパッとできるようになるかもしれないね。だからそこが疑問、私はまだできない。だから今日はそういう、まあ、なんていうか疑問提示ね。みんなどう思うかまたね、メールください。意見をお寄せくださいよ。よろしくお願いします。今日はここまでです。考察です。